ッシュ続出。相次ぐアクシデントにドライバーとメカニックが熱くなる。ドライバーたちの本能をそそる過激なレース展開となった。交代を終えたばかりの高橋選手が突然ピットインしてきた。原因は？落石を起こした3ミリっていうか4ミリのボルト1本ですね。でスープラはあっちのインで刺したんですよね。で行こうとしたらね、またブレーキ元でそのまま乗っちゃったんですよ。単純な整備ミスによりたった4ミリに満たない1本のボルトがスタリオンのパワーを押さえつけた。単純なことだけどあるんだって。苦しなくていいよ、これが競争だもん。いいよ、車は最後までちゃんと走るんだから。速さはね、速さは比べなければもうコンスタントにあのペースでいけるんだからいいよ。だからとても調子は良かった。タイヤも良かった。インターテックに行きましょう。第5戦は富士スピードウェイで戦われた。この日のレースは世界ツーリングカー選手権と重なり、世界の強豪マシンたちが共に参戦した。フォードシエラ、BMW M3、 いずれも世界タイトルを競うマシンたちだ。ドライバーの情熱は嫌がおうにも燃え上がっていった。調子いいですよ。しかし新エンジンの調整の済まないうちの参加でそのハイパワーを発揮するには至らず苦戦を強いられた。新しいガソリンにきちんと自信を持って合わせられなかったのが苦しかったね。先日クレースで10番っていうのもやはり考えてみたら大したもんじゃないかなと思うんですけどね。
潔い負けだいいM3 BM の M3 には、同等あるいは負けないぐらいだと思うんですけど、まあ、よくて、決勝はそうですね、6位以内に入れると思ってたんですけどね、予選で9番手だったんですからちょっとまあ残念でしたね。しかしクラス5位、総合10位とその走りに不足を感じさせなかった。全日本ツーリングカー選手権レース最終戦、長い戦いにも一つの終わりが訪れようとしている。最も市販車に近いマシンでの戦いだからこそマシン本来の能力が問われる。ドライバーのテクニックがそこに現れ、そこに人と人のドラマが生まれてくる。まさにそのステージが今ここにある。そして全般1戦2戦もう本当に5ゲーム勝ったわけですね。ですからまあね、かなっていう気もしたんですけれども、勝って兜の王子ねじゃないけどね、なんていうんですか、美味しいものがすぐそこにあるのに手が届かなかったっていう感じでですね、なんていうんですか、もっともっとたくさん食べてみたいっていう感じがするんでね、ドライバー個人で言いますと、やはり成績が、そのドライバーの評価を左右しますので、なんとか、いい成績を残したいなと、頑張ってるんですが、やることをやっていれば、それが結果また頑張ります。どうもありがとうございました。ドライバーとメカニックとのチームプレー、そしてそこから生まれるマシンへの信頼、そこに本当のモータースポーツの戦いがあり、勝利があるのだろう。